皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2023年12月の11日月曜日でございます。気温は13度といったところでございましょうか。あれあれあれ、確か今日って激寒くなるみたいな噂を聞いてたんですが、むしろ暖かめですよね。じゃあじゃあ、激寒になるっていう噂はちょっと聞き違いだったのでございましょうか。そんなようなところが気になった、はい、僕ではございますが、本日とってもとってもボリュームアップしてお送りいたしますと思いまして、皆様ご覚悟よろしいでございます。もうもうしっかりとお付き合いいただきたいと思います。そうです。そしてまずはまずはやっぱり昨日も YouTube へのコメントをいただけましたから、 CK さん、 YouTube へのコメント誠にありがとうございます。やっぱりその CK さんのあのお一言のご正解率、これがとてつもないことになっている状況をご覧にいただけると思います。そうなんですよ。そしてやはりあの温かいお一言をおかけくださいまして、いつもいつもありがとうございます。僕も逆にお疲れ様っていうことを言わせていただきたいと思います。そして感謝のありがとうございますも述べさせていただきたいと思います。もう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 いつもいつも本当にありがとうございます。そういうことでございまして、もうその YouTube のコメント欄は必見と言わせていただきたいのでございました。必見でございますよ。はい、もうもうどういったやり取りがされているか、はい、ぜひともご覧になってくださいませとのことでして、改めまして CK さん、 YouTube へのコメントありがとうございます。じゃあじゃあ行ってみましょうか。本日も引きこもりスアワーでは行きますよ。まずはお便りコーナーから、はい、言わせていただきたいと思います。お便りコーナー行きますね。じゃあじゃあ行きますよ。じゃん、ペンネーム、ハリリンさんよりいただきました。ハリリンさん、お便りたくさんたくさん届きまして、びっくりしてますから、そんなびっくりなお便りをどういうペースでご紹介しようかと、すっごいすっごい考え中ですから、とはいえものすごい嬉しいですから、ということでございまして、ハリリュンさんからいただきましたお便り、はい、実はいっぱいいっぱい何通も何通ももうすでに早々に届いております。そういうことでございまして、どういったペースでお読みしたらいいのか、連日でいいのか、それとも1日明けぐらいがいいのか、そこら辺を悩み中ではございますが、そうなんです、お優しいお言葉をくださいまして、いろんなペースで、はい、読んでいただいて、読んでいただいてっていう自分で言っちゃっておかしいですよね。読ませていただいていいよっていうような感じですので、じゃあじゃあのペースを考え考え読ませていただきます。そしてそしてその気になるお便り、もう早速読ませていただきたいと思います。はい、じゃあじゃあ行きますよ。ただ僕絶対に突っかかえると思います。これはもう間違いなく突っかかえます。ですからそこはお許しくださいませ。
もしも逆にむしろ突っかかえなかったのならば、おお、よくできたねっていうことをおっしゃってくださいませ。もう本当に、じゃないと、もう本当にもう頑張って読む気力がっていうのもおかしいですよね。なんて言ったらいいのか、表現もちょっとわからなくなっちゃいましたが、とにかく突っかかえないっていうことで、丁寧に読ませていただきたいと思います。そして臨場感あふれる読まし方をさせていただきたいと思います。それもちょっと僕にはできないことですけれどもね。はい、まあとにかく頑張って読ませていただきたいと思います。はい、ではハリリンさんのお便りいきますよ。じゃん、こんばんは。あ、こんばんは。まずはこんばんはだけ、はい、先に言わせていただきました。こんばんはでございます。ありがとうございます。軽快なご挨拶、確かにいただきました。確かにいただきましたよ。あ、なんか声が急に枯れてきました。すみません、枯れてきまして、ちょっと調整していいですか。調整して、あー、よかった、読んでる最中じゃなくて。よし、ちょっと調整してますよ。調整してます。はい、調整終了でございます。こんにちは。そしてじゃあ、あ、こんばんはでした。こんばんは。でもこの放送中にはこんにちはでございます。では引き続き読ませていただきます。じゃん、やっとお便りかけました。熱出して体調を崩し、翌日には気合で治し、倦怠感持ちながらも仕事をし、それ以降1週間近くリス君にお便り書こうって5回は思いましたが、なかなかできませんでした。というのも、私結構な面倒くさがり屋で、何するのも面倒くさいが勝つんです。昨日もお昼には実家帰るねって言ったのに、いざ帰ろうと朝9時には起きたのに、わざわざ帰るのやっぱりだるいな、帰るのやめようかなとか思って、だらだら家事こなしているうちに、結局帰ろうと車乗ったの時には夕方4時過ぎてました。リス君のお便りも別に自分を見つめ直したいとか思ってないので、いざ書き出したら書き続けるんですが、書くまでが長く、あれやってから書こうとか思ってると忘れちゃうんですよね。これが8割型。それはそうと、 TikTok の授賞式アワード選抜おめでとうございました。パチパチ。私 TikTok はリス君や友人に勧められた犬猫動画しか見ないので、ほんとよくわからなくて、その授賞式もどれくらいすごいのかわからないけど、とりあえずおめでとうございました。パチパチ。わざわざクリエイターさんたちとの夕食ということで、豪華な料理が並んだだろうと思いますが、口にしたのが謎に大根たくさんとハンバーグ1個というリス君らしいなと思いました。そんな時しか自分では食べられないから、たくさん食べたかと思いきや、まさかまさかの普段通りのリス君で、でも普段人の目がないところで生活してるのに、急に人の目がたくさんある環境下だったら息が詰まって、美味しいものもなかなか口にはできないですよね。私も人に食べてるとこ見られるのずっと苦手で、ずっと長い髪で
顔の周り隠して食べてきていました。今ではずっと食べながら携帯いじることで人の目は気にならなくなりましたけれどね。かっこ、お行儀は良くないかもです。かっこ閉じ。今日の、あ、危ない危ない、言っちゃうところでした。実はお一言もいただいてますから、ありがとうございます。お一言付きお便りでございます。とのことでして、今回の内容しっかりとお覚えくださいませ。そうしましたらお一言コーナーもお分かりになる、そういうことだと思います。ですので、お一言コーナーはお一言コーナーの時にまた説明させていただきますね。そういうことでございまして、ちょっと振り返らせていただきたいと思います。じゃあじゃあ行きますよ。はい、まずはやっとお便りかけました。熱出して体調を崩し、翌日には気合で治し、倦怠感持ちながらも仕事をしですよ。もう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 、どれだけ頑張り屋さんですか。気合で治すっていうところにプロ意識を感じますから、もうもうすごいですよ。普通にもうなんていうんですか、もともと大変なお仕事なのですから、ちゃんと休まれてくださいって僕言いたくなっちゃいます。すみません、そういうこと言いたくなっちゃいまして、本当に本当に頭が上がりません。ですのでそうなんです、お熱出されたっていうことはお伺いしましたが、その後どうなったのかわからなかったのですが、こうしてお便りをくださいまして、まさかの翌日に直し、はい、それにびっくりしております。ハリリンさん、本当に本当にお疲れ様です。そうなんですよ。そしてそしてそれ以降1週間近くリス君にお便り書こうって5回は思いましたが、なかなかできませんでした。というのもですよ、はい、私結構な面倒くさがり屋で、何するのも面倒くさいが勝つんです。これが超絶意外です。めちゃくちゃ意外です。ハリリンさんって面倒くさがりのイメージがないんですよね。はい、ですからそういう風な告白をされることによって、僕はハリリンさんって面倒くさがりやみたいになりました。本当ですか。いや、でもそうなんです。ハリリンさんって前々から思いましたけれども、ご自身の評価が低いんですよ。なんて言いますか、歌は上手くないとか、あと声の声優としての声優さん的な声を出すことが自分でも納得いってないみたいなことをおっしゃいますが、僕らから見たら、はい、僕をはじめいろんなその周りの方から見たら、きっと普通にすごいっていうことを思うのでございますよ。ですからその面倒くさがり屋具合、それが本当の本当に面倒くさがり屋なのか、そこがちょっと疑問に残ります。はい、本当にもしかしたら、その本当にできない人に比べたら全然できていらっしゃるんじゃございませんか。面倒くさがりっていう度合いが本当ちょっときっと尺度が違うと思うんですよね。本当の面倒くさがり屋さんでしたならば、きっとお便りがまだ出せていないと思います。はい、もうもうそのもうもう以降一切も以降一切も出さなくなっている、そういう可能性ございますよ。でももうもういっぱいいっぱいくださいまして、面倒くさがり屋さんのそのお便りの数じゃございませんね。はい、それはとっても思いました。
ですからハリリュンさんはご自身に厳しいっていうことを改めて僕は思った次第でございます。そしてそしてそうなんですよ、そうなんですよ、もうもう昨日もお昼には実家帰るねって言ってたのに、いざ帰ろうと朝9時には起きたのに、わざわざ帰るのやっぱりだるいな、帰るのやめようかなとか思ってだらだら家事こなしているうちに、結局帰ろうと車乗った時には夕方4時過ぎでした、ということでございまして、もうもうその4時過ぎに帰られるっていうことを実行できた、これがもうもうただただちゃんと実行できていると思います。僕は、はい、そう強く思いますよ。だってそこまで行ったらもう帰るのやめよって僕ならなっちゃいますね。ですからそこはやっぱりしっかり実行される、そういう行動力のある方だと僕は思いました。そういう行動力のある方だと、もうもう本当にそれは思いますね。ですからハリリュンさんは本当になんて言うんですか、なんて言いましたっけ、そうなんです、めんどくさがり屋、めんどくさがり屋がちらっとはあるのかもしれませんが、行動できる面倒くさがり屋さんということでして、もうもうその面倒くさがり屋の度合いがチロッと、はい、もうチロッとだけだと思いますよ、チロッとだけ、はい、行動できることが素晴らしいということで、僕なんか見習わなきゃいけない、もうもう見習わなきゃいけない、見習わなきゃいけないですよ、見習わなきゃいけないって言っちゃいましたけれども、見習わなきゃいけないと思いましたね、見習わなきゃいけないと、もうもういっぱいいっぱい喋っているうちに言葉がぐちゃぐちゃになってきました、だんだん、はい、見習わなきゃですよ、はい、さっき言った見習わなきゃは間違いですからね、はい、これやらせていただきます、 Repeat after me、 見習わなきゃいけない、 Understand? はい、 Hey Hey Good job Nice、 よくは分かりませんが、はい、そんな展開にしてしまいました、はい、何でしたっけ、もうもう急に分からなくなっちゃいましたよ、そういうことでございまして、はい、もうもうリス君のお便りも別に自分を見つめ直したいとか思ってないので、いざ書き出したら書き続けるんですが、書くまでが長く、あれやってから書こうとか思ってると忘れちゃうんですよね、かっこ、これが8割型とのことですが、もうもう十分十分十分すぎるほどに書かれていらっしゃいます、もうもう本当にハリリンさんは多分本当にご自身に厳しいことがやっぱりここでも見受けられますね、8割方それでもこうして、そんなに以前もらってからいただいてからですよ、そんなに期間空いてないと思いますもの、だって期間空く方はものすごいものすごい期間空きますからね、ですのでハリリュンさんはやっぱりちゃんと行動できる方、何回も何回もそして思い返しては、ああできなかったできなかったって、その思い返す回数も多い方だと思いますよ、はい、そうして思い出してくださるのはありがたいですよね、本当にこの放送に投稿してしようっていう風に思ってくださることが、そもそもそういう風に思い返してくださることがありがたいです、ハリリンさん本当にありがとうございます、そしてそしてそれはそうとですよ、はい、 TikTok の授賞式アワード選抜おめでとうございました、パチパチ、私
TikTok はリス君や友人に勧められた犬猫動画しか見ないので、ほんとよくわからんくて、その授賞式もどれくらいすごいのかわからないけど、とりあえずおめでとうございましたとのことをいただきました。もうこちらもう頭が上がりません。あのご祝辞ありがとうございます。もう本当にそうですよ。結構その作られる方っていうのもいっぱいいらっしゃいまして、あのなかなかあのお声をかけていただくことができないのではございまして、ただただ僕はありがたいばかりでございます。もう本当にTikTok さん、ありがとうございます。もう本当にそしてハリリンさん、改めましてご祝辞ありがとうございます。もうそうですね、きっとどこかでそれがネットでは公開されるんじゃないかなって思ってます。その様子が、そういうことでございまして、様子が公開された時にはまあ僕はカメラというカメラがあっても、はい、ファッと逃げましたからね。ささこんな感じで、はい、そういうことでございまして、はい、そんな感じでございました。ですのでもうただただ光栄なことに、はい、ご招待いただきましたばかりでございます。ですのでハリリンさん、改めましてお言葉ありがとうございます。そしてさらにはでもじゃないですよ。そうでした、わざわざクリエイターさんたちとの夕食ということで豪華な料理が並んだだろうと思いますが、口にしたのが謎に大根たくさんとハンバーグ1個というリス君らしいなと思いました。そんな時しか自分では食べられないからたくさん食べたかと思いきや、まさかの普段通りのリス君で、でも普段人の目がないところで生活してるのに急に人の目がたくさんある環境下だったら息が詰まって、美味しいものなかなか口にはできないですよね。私も人に食べてるとこ見られるのずっと苦手で、ずっと長い髪が顔の周り隠して長い髪で顔の周り隠して食べてきました、来てましたでした、はい、ずっと今はということで、ちょっとその後はまた次といたしまして、まさしくその通りですよって言わせていただきたいと思います。このくだり、はい、そうなんです。普段人の目がないところで食べているのに、いざ人の前に行くともうそうなんです、美味しさなんてわかりません、もう全くわかりませんよ。それ強く言わせていただきます。まさしくハリリンさんのおっしゃる通り、本当にチリとも味などわかりませんから、チリとも本当にですから、薄味だったなっていう風に感想で漏らしましたけれども、僕が薄味だったっていうよりも、むしろその緊張感で味わいがちゃんとできていなかった、これ本当にあるかもしれません。本当に多分あるというか、もうそれそのものですよ。ハリリンさんのおっしゃる通り、確実に間違いなしに、はい、美味しさを感じられなかったと思います。そうなんです。そしてバクバク食べられるような、そんなような状況でもありませんでした、はい、もう本当にそれは思いまして、ただ緊張感からもうファッ、ささささ
こればっかりですよ。こればっかり。はい。それに必死で、あとは、スタッフさんが、皆様に、いろんな、お名刺配ったりして、ご挨拶してるところを、陰から、はい、見ているような感じでございました。はい。陰から、一緒にカバンの中で、これがリスですよっていう感じで、やった時にちらっと顔を出して、あーこんなリスがいるんですねっていうところで、はい、僕がちらちらっと顔は出しましたが、特に言葉は発せず、スタッフさん任せで、常に常に任せていた次第でございます。任せ任せで、はい、僕はこんな感じでいました。ささささ、はい、こんな感じで、こんな感じで、そういうことでございまして、とてもじゃないですけれども美味しく食べることできませんよね。はい、そうは思いますよ、そうは思います、思いっきりそうだと思います。ハリリンさん大正解でございます。でもこれが意外でした。はい、これがそうなんです、そうなんです。私も人に食べてるとこ見られるのずっと苦手で、ずっと長い髪で顔の周り隠して食べてきてました。もうこれものすごい意外じゃないですか。ハリリンさんってなんていうか肝が据わってらっしゃるっていうところは思ってますが、食べるところを見られるのは苦手なのでございますか。これイメージに本当になかったです、全くもって。ですからそこは驚きましたよと言わせていただきます。はい、ものすごいびっくりしました。そうなんですね。でも食べるところっていうのは恥ずかしいって思っても苦手って思ってもいいことだと思いますよ。それが日本では、はい、ジャパニージャパンジャパンでは、ちょっと英語ができませんでした。はい、すみませんね。美徳とされてるじゃございませんか。美徳と、そうなんですよ。包み隠して食べるっていうのをするような文化があるじゃございませんか。ですからそれはそれでいいんじゃないかなっていうのは思います。はい、でも長い髪で隠してっていうのはそうですよね。なんか食べづらそうで、なかなかじゃあ人前で食べるのって美味しく食べることできてなかったんじゃないかなっていうところがあって、あーじゃあ大変だったんだなっていうのはちょっと思いましたよ。そしてそうなんです、そうなんです。今ではずっと食べながら携帯いじることで人の目は気にならなくなりましたけどねっていうこと、かっこご行儀は良くないかもですっていうことですので、それは確かにお行儀の点でちょっと問題が出ちゃいますよね。それはそれで難しいなっては思いましたよ。確かに人によってはこらっていう風に言われちゃう可能性もありますから、ぜひともお気をつけくださいませ。そこはそう思いました。そしてそうなんです、そうなんです。それでお一言に、はい、なっておりますとのことでして、ハリリンさん、もうすっごいすっごいつっかいつっかいで申し訳がございません。しかも読み間違えもすみません。ですがもう素敵なお言葉と、そして意外性、はい、意外性はこれはちょっとびっくりいたしました、びっくりいたしましたことと、あとそうですよね、もうずらずらと僕ちゃんとコメントできましたでございましょうか。っていうか今何分ですか。もうこれで終わってもいいと思いますよ。
これで終わっても、でも、はい、まだまだ続きますよ。そうなんです、はい、まだまだお便りをいただいております。はい、お一言は後半戦に続くということでして、まだまだお便りをもらってますことで、お便りを拝読させていただきたいと思います。そして改めまして、ハリリンさん、お便りにご祝辞にありがとうございます。もう僕はただただありがたいばかりで頭が上がりません。もう本当にハリリンさんのお便り、はい、もうしっかりと魂がこもってる感じしますよね。魂がこもって書かれている、そういうことを感じまして、すっごい僕はいただいたときにいつもドカーンバーンって心にドスンとくるんですよ。ドスンとドカンと、はい、もうですから、もうはい、今回も響きました。とってもとっても響きました。でもお行儀悪さはご注意してくださいねっていうことをちらりと言わせていただきました。そしてそして、じゃあお次の、はい、お方様に行きましょうか。じゃあ行きますよ、行かせていただきます。はい、行きますね。じゃん、ペンネーム、あんこさんよりいただきました。あんこさん、お便りやっぱりありがとうね。あんこさんからいただきます、お便りだってもちろんのこと、ズドーン、わーって心に届いてますから、はい、いつもいつもありがとうございます。あんこさんからのお便りでございます。じゃあその内容をもう早速拝見しちゃいましょう。拝読させていただきます。またまたつっかえたらすみません。じゃん、いきますよ、お読みしますよ。はい、じゃあ、あんこさんの内容ですが、 TikTok の授賞式でしたか、出席できたことお祝い申し上げます。これからも頑張ってくださいませ。アンテナショップ茨城は一つだけ干し芋を買います。富山はマス寿司、かぶら寿司、かまぼこです。私のお気に入りのお店のは土曜日に販売されるので年末に行く予定になっています。やはりお店によって味が違うので注意が必要。北海道ですが、海鮮物はデパ地下の方が魅力的ですね。お疲れ様とのことをいただけましたからね。またもや最後はお疲れ様のお一言。もう本当に頭が上がりません。そしてそうなんです、もう TikTok の授賞式でしたか、出席できたこと お祝い申し上げます。これからも頑張ってくださいませとのお言葉、またまたハリリンさんに次お言葉をくださいまして、あんこさん、誠にありがとうございます。はい、僕はやっぱり本当にさで、スタッフさん任せでございまして、参加したって言ってもあんまり本当に顔が出せなくて恥ずかしいばかりでございます。でもはい、これからも頑張ってくださいませと言ってくださいましたしで、僕は頑張りたいと思いますよ。はい、これからも頑張ります。そういうことでございまして、はい、そうなんです、授賞式でございました。もちろん賞はもらえませんでしたけれどもね、
仕方ないですよ、それは。はい、そういうことでございまして、そしてそしてアンテナショップ茨城は一つだけ干し芋を買いますとのことですよ。僕も干し芋大好きですから。ということは以前に言わせていただきましたよね、多分。確かいつかは言った気がいたします。干し芋これいいですよね。でもきっとアンテナショップで買われる干し芋は普通で干し芋を買っても高いのに、さらにアンテナショップということで倍率ドンじゃございません。倍率ドンじゃ、そういうことでして、もしかしたらその干し芋そんなに量が多くないのに1000円近い、どうですかこれ、僕の予想1000円近いでどうですかということを推理させていただきました。はい、まさにそうですね、江戸川乱歩ですよね。それは小説家の方ですか。もうすみません、推理するのはやっぱりホームズさんが適当ですか。はい、ホームズさんがもう推理させていただきました。推理させていただきました。なんなら1500円。さあ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 、どうでございます、僕のこの推理力。はい、なんかもうめちゃくちゃ高級そうですよね。でもそれもやっぱりそうなんです、美味しいものを食べる、それが健康の秘訣ですよ。ですのであんこさんにはとってもとっても健康でいていただきたいので、はい、美味しいものを食べ、そして元気よく体を動かしてくださり、そしていつも笑顔でいてください。僕はあんこさんの笑顔を見てみたいです。そういうことを言わせていただきます。はい、そういうことでございまして、茨城は干し芋、これちょっとまた僕チェックさせていただきますよ。はい、そうなんですね、なんかそんなイメージがありませんでした。茨城は干し芋っていうイメージが、はい、ですのでこれは要チェックということを言わせていただきます。そしてそして富山はマス寿司、かぶら寿司、かまぼこ、これまた来ましたよ。かぶらって僕ちょっと聞き覚えがあるんですけれども、でもどういうものかが分かりません。ですからこれもチェックしてみます。そしてかまぼこそんなにあれなんですか、アンテナショップじゃないとかまぼこってどれもこれも同じっぽいなみたいに思っちゃいますけど、それは僕ちょっとやっぱり考え方甘いです。考え方そうなんですかね、同じような気がしちゃいますけれども、かまぼここれがやっぱり一味違うっていうことでございますよね、きっと。じゃあそれらも、はい、マス寿司、実はマス寿司かなって思ったんですけれども、実際は漢字が読めませんでした。これなんかこのなんていうか何寿司っていう風に書いてあるとマスぐらいしか思い浮かばなくて、じゃあマス寿司かなっていうことですが、めちゃくちゃ難しい漢字ですね。はい、これがマスっていうんだっていうのを改めて感じた次第です。はい、そういうことでございまして、マス寿司、かぶら寿司は、はい、どういったものか調べさせていただきます。そういうことでございまして、もう私のお気に入りのお店は
お店のは土曜日に販売されるので年末に行く予定になっていますとのことですので、年末は富山さんのアンテナショップに行かれるっていうことで、またまたこれ素敵なイベントですかと、そうは思いましたよ。はい、そうはそういうことでございまして、やはりお店によって味は違うので、すみませんね、またちょっと整えていいですか。すみません、声がまた出なくなってしまいましたとのことでして、そうなんです、やはりお店によって味が違うので注意が必要ということですよ。そういうことでございます。注意が必要っていうことですよ。これは難しいですよね。じゃあお店によって味が違うっていうことはですよ、そのちゃんともうこれ商品名いただかないと、もう僕はたどり着けないとは思いました。でも全体的に名物は名物なんですよね、きっと。富山さんでのそのマス寿司、かぶら寿司、そしてかまぼこですよ。はい、そうですよね。じゃあ特に火入れたかまぼこを選ばないと、あれやっぱり同じじゃんみたいになっちゃいますよね。ですからやっぱりその火入れたかまぼこを、種類をよろしくお願いいたします。種類を、そうは言わせていただきます。そういうことでございまして、あとは北海道ですが、海鮮物はデパ地下の方が魅力的ですねということです。そうなんですか、デパ地下さん、そちらの方が魅力的なんですか。それほどデパ地下のものは、じゃあアンテナショップより充実しているっていうことなんですね。でもデパ地下で扱われるっていうことは、それだけアンテナショップじゃなくても普通に認められているお店が多いっていうことなんでございますかね。そうですよね、きっと。そういうことでございますから、デパ地下でも売れるだけすごいすごい有名っていうようなことなんでしょうね。じゃあ海鮮物はデパ地下、はい、北海道の海鮮物はということで、またまた新たな知識を得られました。でもなかなかデパ地下も僕は足が運べません。だってすっごい人ですもん、すっごい人ですから、いつかスタッフさんにお願いして、おねだりして、はい、買ってもらえる日を楽しみにしたいと思います。でもなかなかお高いですから、相当僕が頑張って大活躍できたっていう時じゃないとご褒美もらえないと思いますけれどもね。それは思いましたよ。これからも頑張りますよ。そういうことを言わせていただきまして、はい、あんこさんからのお便りでございました。あんこさん、本日もお便り本当にありがとうございます。あんこさん、ありがとうございます。ということでございまして、はい、もうあんこさんのお便りでございました。じゃあですよ、もう終わってもいいと思いますよ。本当に思いますよ。でも続きます、すみません、続いてとのことでして、はい、もう行かせていただきます。はい、僕の昨日の夕飯は、アイスクリームでございます。ということでして、アイスクリームって言っちゃいましたけれども、チーズケーキとアイスクリームでございます。はい、でもですよ、実は
チーズケーキ食べちゃってから、あ、写真撮るの忘れたってなったんですよ。ですからチーズケーキの写真はございません。はい、アイスクリームだけになります。それがこちら、はい、これでございます。これがとってもとっても美味しく食べることのできたアイスクリームとチーズケーキの片割れのアイスクリームちゃんでございました。チーズケーキは濃厚なチーズの味がして、まあまあ本当に美味しいと、美味しいの一言。そしてアイスクリーム、アイスクリームは味が薄いっていう風にちょっと噂で聞いてたんですけれども、そんなことなく、僕の中ではこの甘みがまた薄味で美味しい。しかもアイスがシャキシャキ、はい、シャリシャリっていうアイスなんですよ。ですのでめちゃくちゃ美味しく食べることができました。めちゃくちゃ美味しく、はい、もうもう僕は大満足ということでして、昨日は、あ、これはお歳暮で届いたものなんです。はい、関係者の方からお歳暮で届いたものでして、チーズケーキと、あ、はい、アイス、ありがとうございます。関係者の皆々様ありがとうございますということを言わせていただきたいと思いました。はい、とっても美味しく食べることができました。本当に僕は嬉しいばかりでございますとのことでして、はい、お夕飯コーナーでございました。ではではですよ、はい、いただきましたお一言、ハリリンさんからいただきましたお一言、どういったものかご説明させていただきます。じゃん、はい、そうですね、いただきましたお一言はもうもう本当にご祝辞でございます。ご祝辞で、僕は、はい、何に行きました、出かけ、お出かけしました、そこを、はい、そこをまずは思い返してくださいませ。僕はどこに行きましたかというところです。僕はどこに行って、はい、選ばれましたかっていうことでございますよ。もうもうハリルンさんのお言葉に、はい、あったものでございます。ですので先ほどハリルンさんのお言葉を覚えていてくださいねって言ったようなことなのでございますよ。そういうことでございまして、そうなんです、まず冒頭は僕のことを丁寧に呼んでくださってます。さんじゃなくて、さんじゃなくて、はい、ちゃんでもなくて、はい、そのもう一つでございます。はい、そのもう一つで最初に僕に、はい、お話をかけてくださってます。そしてその後にその僕の行った場所、行った場所になって、そして最後に、はい、ご祝辞をいただいております。ご祝辞をシンプルに、シンプルに申しますと、ということでございまして、それらを合わせますと、はい、そうなんです、今回のお一言が完成ということで、こちらのお言葉、逆に僕はそのご祝辞に感謝を、感謝の気持ちを込めて申し上げたいと思います。申し上げたいと、そういうことでございまして、じゃあじゃあ、はい、お一言お分かりになられましたかね、お分かりになられましたかと思いまして、あ、そしてこのお言葉をいただきまして、やっぱりただただ頭が下がります。ただただ頭が、そういうことでございまして、じゃあじゃあハリリンさんからのお一言行かせていただきたいと思います。じゃあ行きますよ。それではハリリンさんよりの一言どうぞ。
TikTok 受賞式選抜おめでとう。